バースデーライブ今日土曜日なんで、まあ、最中というか、まあ、今グッズ売り場に並んでる人がほとんどかな。まあ、ね、関東のお天気わからないんですけど、まあ、大阪一応天気なんですよ。どうなんですかね、雨降ってますかね、どっちかわからないんですけど、いやもうめでてえなーってことで、まあ、ここまでよく来ましたよね。いろんなもうことを経てよう頑張った、もう本当に偉いと、もう宮本浩次さん以下あの男前5人衆はね、褒めてあげたいっていう感じですけど、特に私今回のツアーでよかったのは玉田トムさんという素晴らしいドラマを知れたことですね。もう全く知らなかった、まあまああんまりほらさ、ドラマまでを見てる人いないと思うんですよね、バンドでもね、よっぽど好きなバンドじゃないとね。本当に素晴らしい、エリカシファンの長年のエリカシファンの人、サポートメンバーの名前もきっちりね覚えてらっしゃるんで、ああもうちょっとですね、先月私火曜日ぶっ倒れまして、ちょっといつも睡眠導入剤飲んで寝てるんですよ。メンタルクリニックから処方していただいたちゃんとしたね、それを飲んで寝てるのがまあ切れてると。で、まあ、他の薬はあるから、あとしばらくちょっと私睡眠導入剤出して頑張ってみようかしらと思って、まあ、2週間ぐらい頑張ったのかな。で結構寝れてたつもりだったんですよね。そしたら今週の火曜日ですね、朝起きたらもういきなりのこんなぬるぐらい頭痛に見舞われまして、まあ、ちょっと無理してたのもあるんですけどね、ちょっとそのパソコンで詰めたことをやってたとかね、もう無理してなんかパソコン作業して、もうどう疲れまして、目が疲れてもうどうしようもない、もうゴゴゴッと押したい感じかな。本当にね、目から直接脳に行くって感じで、本当にもう毎回大変なんですけど、 YouTube 撮るはいいですけど結構長く喋るじゃないですか、カットしたりね、つまんだりねするから、もう本当大変でね、もう YouTube のそのね、編集した後もね、もうこんななってますね。だからもうYouTuber で大変なのも編集作業だって YouTuber が言ってますけど、本当そうですね、本当に、まあ、底辺 YouTuber なんですけどね、まあまあ何人か見てくれれば、100人ぐらい見に来ていただける方もいるんで、ちょっとまあこれからもぼちぼち頑張っていこうかな。まあ1週間に1回しかアップしないんでね、前は年末年始は、まあ、宮本浩次フィーバーだったので毎日アップしてて、もそれも死にかけましたけど、本当にもう睡眠時間がないみたいな、ね、夜中の3時ぐらいまでこんなのやってたりとかですね、かかるんですよ時間が。皆さんやってみてください、一度やってみてください、誰がやるんだって感じなんですけど、取っ手出しすればね楽なんですよ、別に加工も入れず音楽も入れず、そうするまでちょっと色気がないじゃないっていうかね。まあでも先週先々週はお絵かき教室みたいなのお絵かきごっこになりましたんで、ちょっとこうもう何も入れずちょっと早回しにしてやったんですけど、ね、まあちょっとね色気ないかなとか思って、やっぱちょっと入れましたね、いろいろとね。でまあ今回なんですけど、まあちょっと歌も歌おうかなと思ったけど、まあ歌後でいいかなみたいなんですけども、今回まあちょっと練習してくるっつったんですけどね、あれからね練習してないんだろうさ、まあ、とりあえずちびちさん書いてみたいと思います。はい、もうね書いてる間はどうでもないで、できました。ちびちさんよりメッセージします。ゆうぎベビー、俺のライブ来てくれてありがとう、エビバデということで、ちびちさん結構ねちょっと進化版ということで目をつり上げてみましたね、これちょっと可愛いんじゃないかなと思います。ちびちさんも喜んでおりますよ、みんなね盛り上げていってほしいと思います。多分盛り上がりきって失神しそうになってるエビバデの皆さんも多いと思います。というかなぜかというとですね、結構こう上席が当たってる方が多くてですね、私ツイッターとかインスタとかで、いやいいなみんなとかって、だいたい2階席南側とかね北側とかね、そういうところが多いんですけどね、前から5列目とかさ、特に地方はね良かったっすね、みんな結構そのまあ席数も少ないし、行く方も遠征行く方もそれは人数が少ないでしょうけど、徳島来てくれってこの兄ちゃん言ってましたけどね、兄ちゃんじゃないや、まあ年下なんで、3つ年下なんで、まあ兄ちゃんかな、弟みたいなもんでさな、言うたらまあまあ失礼ですけど弟呼ばれさ、まあ言ってますからね、ちょっとまあホールの内容によっては売り上げがカンパケではなかったとこもあったのかもしれませんが、代々木もなんか特別席がなんか結構ねまだ行けてるよとか言ってなんかツイッターで叫んでる人がおられましたけど、とにかくもう代々木に行けないもんでね、私はね心魂はもうね飛んで代々木に行きたい、
もう本当に心の底から思いますけど、行かないんですかって明るいね、おもしもったし、行けない。これがね、もうね、お金がね、今月もちょっと支払いが大変でね、ちょっと支払いできてないよとか言って、なんかあのクレジットカード会社から来たりして、やばい。そんなこと言っておきます。ちょっとこう読み違えるとね、引き落としの金額がね、ちょっとでも違うと引き落としてくれませんから、困ったものでございます。はい。というわけでですね、まあ、ちびちさん割とこうね、慣れてきたって感じですね、私も。さん、代々木ベイビーですよ。いいなぁ、行ける人。もうとにかく行ける人いいな。いいな。いいな、いいなとして、本当に。というわけでですね、今回まあまあ、練習はしてきてないんですけどね、もう、そういうわけでこういうふうにやってみたら。まあ、ちょっとね、まあ、おまけでちょっと、こうね、小畑さんとかも今回5人しか書いてみようかな。北野真紀さんと小畑さんの区別がつけられるのか、うん、あと北田真紀さんとベースのとにかく髪の毛の方が出てるんで、あれまだはっきりしてちょっと練習しております。はい、トムさんだけ書けそうな気がする。トムさん書いてみようかと思います。誰みたいな感じになりました。私の中のイメージはね、浜田豊本とかでトムさんですね。可愛いなと思って、でちょっと細いですよね、イメージとしては。でちょっと長袖のこのシャツを着てるイメージがあるんですね。いつも旅日記にね、絶対にトムさん出てきますけどね。偉いよね、やっぱり偉い人っていうのはもう基礎練習を欠かさないよね。だからちょっと私、まあ皆さんご存知だけど、メトロノームみたいなカチカチ鳴らしててだんだんやってらっしゃるんですよ。あれはもう本当に基礎練習で、あれはもう本当にね、リハの前からもうすごく入念にやってらっしゃるでしょ。さすがね、日本屈指のドラマーと言われることがあります。でも時もうね、前の大阪城の時も途中からね、もうちょっと玉田さんしか見てなかったんで、私かっこよすぎて、かっこいいと思って、もう本当にこんな切れ味のするというドラマーはいないですよね。もうなかなかすごい人多いですけど、もう宮本さんが前に今度ソウルフライユニオンのドラマをしてらっしゃるジャラさん、おちゃんなんですけど、かなり年配の方だと思うんですけど、あの方も切れ味鋭いですよね。で宮本さんとドゥーリメンバーやった時にももう科目にバン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 って叩いてましたけどね。もう わざわざもう指名されてジャラさんがいいんじゃないってことで来たんですけど、まあビデオに出てますので見ていただければ、結構ね、何十でもロックやってますせみたいな感じのおっちゃんですけど、ジャラさんってすごい人ですけどね、ずっとそれぐらいいるんで今ねやってらっしゃいますけど、ドラマを。はい、でトムさんはあちこちいろいろドラマをやられてるので、ドラマーとかね、キーボードの人とかってね、あちこちから引く手あまただから、いろいろな方とやられてると思うんですよ。だから玉田さんを知ってて見に行ったっていう人もいるので、すごい、本当に今回すごいメンツだったんだなと思うんですよ。ねえ。で、かと思えば、エレカシはエレカシであれだけのね、新春のライブをやり遂げるっていうのがすごいで、本当にね、もう感心しかないです。感動しかないです。感心って言ったら失礼、感動しかない。というわけで、今回、まあ、トムさん、まあ似てないんですけどね、私の雰囲気のところなんですね、すごく。もうの各地で手で叩いてたらしいですけど、スティックを使ってくださいね、トムさん。手がいかれたら怖いからね。というわけでございまして、今回、田畑さん、トムさんですね。資料を見ながら撮りました。北田真紀さんでーす。何 ?10 年後の宮治みたいな感じになりました。結構これ、いいんじゃないかなと。さっきね、トムさんの似顔を見て分かったんですけど、なんか足りねえなと、ひげ生えてましたね。ちょっと参考資料見たら、もう一回書き直さなきゃいけないなと思いました。で、上から読んでも北田真紀、下から読んでも北田真紀、嘘です。キマ、叩きになりますね。これいつもライブでね、宮本さんが言ってるんだけどさ、違うんだよ。北田真紀ってね、言いたいんだけど、まあまあ、結構かっこいい、渋く決まったと思います。渋いね、北田さん。ちょっと気に入っちゃいました。宮本さん、ギタリストの名越さんですね。まあ、ギターの絵がひどいですけど、もうそこら辺勘弁してください。ギターもね、これこうネックしちゃったけど、フェンダーでしたよ、みたいな。フェンダーを使っておられました、私の見た写真は。髪の毛がね、とにかく長い長い、もう本当に長髪というイメージがすごく。でお顔もなんか穏やかなね、こういう感じで
それにしてゴリゴリのギター弾かれますけどね、この方もすごいなんかこうなんかね、見かけによらず性格が荒いのかなって。誰があのインスタライブやったかな、旦那さんが名越さんのどっちかのインスタライブを見たんですけど、結構な方が見に来ましたね。やっぱり男前5人衆になられてからファンが増えたと思います。玉田智さんもう一回書き直そうなのかな、ひげつけて書きましょう。名越さんです。とりあえずこれでいいかな。上から飲んでも名越さん、下から飲んだらしごなさんですね。はい、というわけで次はこのタイトル、小畑さんが書いてます。小林武さん、まあ私の若い頃から小林武さんというプロデューサーとしてすごい高い人で、マイリトルラバーズやったかな、なんか前の奥様ですね、結婚されてすごくいい曲を出されていたというイメージがね。あの小室さんとか入ってた時代にもね、一線で活躍されてたり、もうね、あの正直言ってやっぱり年取ったなと思いました。もう小畑さんもなんだもうこんな年取ったって。で他のメンバーが細いけど小畑さんちょっとぷっくりしちゃったね。だからお腹ポコンとしてるから小畑さんも年を取るんだと思って、私もじわっとね、あのなんか考えがあるんですけど、どうでしょうか。ちょっとね鼻を直してみて、鼻が高いんですよこの方ね。まあ大体シンセがいるのでちょっとねこういうのにしていました。シンセでごまかしてしまい、シンセサイザーでごまかせるというね、立ち姿をちょっと描くのがね、ちょっと畑さんでーすね。いつもねどっしり構えてらっしゃいますけど、はい、ふんちゃんはほらこうですよね。アフロが下の方まで来てないんですよね。ねアフロと上でなんですけど、はい、ひげちょっとポンと入れて、トムさんだよっていうふうにトムって書いてありますから。まあね、いつもね手でね、あの太鼓叩いたりするんで、あの興奮すると手を大事にしてほしいなって思います。ということです、トムさんです。男前5人衆、最後トムさんの改訂版で終わりました。どういうことですか。まあとりあえず宮本浩次も最後書きますけど、まあいつものまた似てない表示ですけど、挑戦ということで宮本浩次ですか。誰って言われて、どこの高校生。短髪の時の宮地です、ね、短いのは一瞬でしたね。あのリスタートの時にあの PV で切って、ちょんちょんに切って、ちょんちょんに切った時は、ちょんちょんに切ったまで紅白出て、かっこよかったですよね。私、短髪の宮地も大好きなんですよ。長いのも似合いますけどね、長いのがまあほとんどですけど、もう最近ちょっと髪型をもうちょっと安定させてほしいなと思う、あの旅日記みたいに、切ってってみんな思ってると思いますけどね。ちょっとまた可愛い、どっちかというと須田君に出ればな、須田まさきみたいな感じになっちゃってましたね。よくね並べ比べられてるね、須田まさきと。鼻がね綺麗なんですよこの人、本当に生まれつき鼻が高いようで、やっぱりちょっと目が違いますわね。というわけでもうとりあえず今日はあの珍しく男前5人衆を書いてみようかなって。でしかもちび男前5人衆で、小畑さんだけがなぜかちょっとシンセが前にあるんで、立ってる姿がめんどくせえな、めんどっちいなと思いながらですね、書いてみました。まあまあちょっとこう遊びということで、私ももうちょっと代々木行けないので、ここにいなくちゃいけないということでね、やってみたんですけど、まあまだね、似ないやね、似ないっていうか、まあもう私の感覚の中の宮本さんがもうこれなのかなみたいな。写真見たらもう今でも見たら違うわって思うけど、ちゃうわこれ、ちゃうわちゃうねちゃうねって思うけど、でもどうしてもこういう感じに、ね、かわいくない、お耳が大きすぎるのかもしれませんね。もう本当に似顔絵描きには多分慣れないだろうと思いますけど、まあいいんですけどね。というわけで今回はちょっとエリカスではなくて男前5人衆をね、ちょっとこれ最後ツアーもマステツアー最後なんで描いてみました。さあどうでしょうね、月曜日みんなねもうフラフラになってる人たちがもう山ほどいると思います。街中でふわふわ歩いてる人を見かけたら、代々木行きましたかって言って手を掴んで大丈夫ですかって言ってあげると、それじゃ何も分からずニヤニヤしてる人を見たら、もう本当にそれ多分代々木行ってる人だと思います。すごいよね、代々木いっぱいあるもんね、体育館だしね。いや体育館でライブするの私はあのよしとしますよ。あの武道館ちょっとあんまりなんなんだと思うんですけどね、まあ謎に思ってるだけですからね、武道館でライブすんなよって言ってないですからね。まあね、しかしまあ本当に47都道府県ツアーですよね、やりましたよね。よくもうでもちょっとコロナで休んだ分も取り戻して、偉かった。
ったよね。もうすごい、もうやんないのかなと思ってたもん。だから本当に最後の最後の方に山口県総市であのライブやられて、ちょっとね感慨深かったですね。来られた方も多分もう喜んでたと思うし、まあ、でも特にね、まあ遠征に行くっていうのはいいんですけど、地元の方がね一番来ていただけるのがね、普段来れない人が行けるっていうのがね、例えば山口まで来てくれたら山口まで来てくれたって言って、じゃあちょっと近県の人も行けるじゃないですか。それがありがたいね。で 大阪とか東京は本当にもういっぱい全国から来るんでね、まあ安心なんですけど、やっぱりあのそうですね、旅日記を見てると各地のホールがやっぱり何でしょう、金にあがせて作った豪華なホールでさ、いやここ見たかったなってやっぱり思いましたね。大阪劇場ホールいっぱいありますけど、割と佇まいがねみんな綺麗でピカピカで、あのホテルみたいな感じじゃないですか。全部ね、もうあの大阪でも本当に劇場、もうドームだったらドームみたいな、体育館みたいな、下張ってあるよなんかみたいなね、そんな感じなんでね、もう色気がなくてさ、もうだからライブハウスというよりもホールっていうのがねちょっとおしゃれだったかなと思います。そしてあのまあ人もねいっぱい入って、皆さんぜひ十五人の方のね C デーと DVD のセットをねガンガンお買いになられるというかと思います。はい、というわけでございまして、前回はまああの70代でねあの沼に落ちたあの素敵な人たちもご紹介しましたけど、まあちょっと今回まあ私も体調がもう本当にこう火曜日も風邪だったことが判明して、薬飲んでも必死で治しましたので元気になりましたけどね、それと新しい睡眠薬飲んでちょっとガッて寝れるようになりましたので、やっぱり人間睡眠って大事です。怖いですよね。もうもう本当に私、この私が火曜日の朝喋れなくて、うちの主人が珍しく心配する、ごめんちょっと行ってくるわみたいな感じで、どこから声出してるの、ごめんちょっと行ってくるから、じゃあまあでも俺が行こうかって言ってくれたけど、そのゆかきちさんのお見送りをね、行けるから行ってくるから行ってくるから、こんな感じ珍しいやね。もうこんなに、もうだから私が黙ってる時とかしんどくても声出ない時はもうね、まあヘルパーさんが一番よく分かってますね。ちょっとヘルパーさんが来てる、ちょっと寝させてくださいって言ったら、もうあ、お具合が悪いのだなと思って、分かりましたって言って、あのお風呂出たら呼びます、お風呂出たらもうヨガギッチャーのねあのアトピーの薬、ヘルパーさんと二人がかりで塗るので全身に、まあ、とりあえず私いないとね、あのヘルパーさんでもだけでもやってくださるんですけど、やっぱり私がいないとあのゆかきっちゃんが不安げなんでね、お母さんどうしたのみたいな感じなんでね、もう本当にそこら辺がねあの大変なところでございます。もう本当無理しすぎた、ちょっとねここのとこ1ヶ月かな、もう本当にバカみたいに、その全部あの自分のことですけどね、音楽関係のことですけどね、まああのアップはしてるし曲は作ってるし、曲の方はオリジナルの方はねそんなに大してあのハードではないんですけど、やっぱり個人の音楽活動スタジオ入るとかいうのがね4時間に及びますとですね、そこから出てから家帰ってからまだ家事をするので寝るのが1時ぐらいになっちゃうとかね、もう朝から晩までもずっとねそのスタジオ行くための準備をするために必死だったりとかね、もうそういうのがあるんでね、しかしちょっと2週続いたんでちょっと体にきましたね、さすがに精神的にもちょっときましたしね。はい、というわけでまあまあ本当に無理のないように楽しくね音楽活動をね続けていきたいかなと思います。そうですね、もう本当に気持ち的にね生配信とかねちょっとしたいんですけどね、まだまだちょっとそのなんでしょう、腕が足りてないというか、もうなんかもう声も今カスカスになってるし、もう、ね、今オリジナル撮ったとこなんでねカスカスになってます。あとあのちょっとテレカシのカバーをね、古いカバーを、で新しいカバーも練習してないんですよ。もうなんかねちょっと そこまで手が回らねえやみたいな、いや練習したいんですけどね、ちょっとね街を見下ろす丘からねスターティングオーバーに移ろうとしてたところでね音楽活動が始まっちゃったもんでね、なかなか移れなくて、まあというわけで今回はこのね可愛いね宮治さんなの、今日も菅田将暉なの、誰なのみたいな感じの可愛いでしょ、でも宮本浩二さんだと思ってみて、思ってみてください。でお絵描きで、まあ今回はあの男前5人衆を描いてみましたも、そしてバスでライブ、皆さんどうでしたか。もう本当にみんなフラフラして道でこけないように気をつけてくださいよ。もうふわふわだと思う、みんなもう帰ってくるはーって感じだと思うんだろう、クラクラになって帰ってきてほしいかなと思います。どうぞ頑張って楽しんでくださいね。というわけで
も最後までご視聴ありがとうございました。それでは、まあ、お気に召したらポチポチポチっとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではミリジョンでました。また次の曲とおしゃべりでまたお絵かきもするかなと思いますけど、お会いいたしましょう。それではまたね、バイバーイ。ピッポピッポ、なんかあれですね、夏になってきましたね。ここもやっとクーラーをつけました。それではバイバイ。